はい、こんばんは。今日はどちらに？今日はですね、秋葉原の、はい、フレスカ、はいはい、フレスカに来ておりますね。今日はパスタ。パスタ、はい、あ、なるほど。まあ、まだパスタ出てきてないですもんね。まだ出てきてないから。そうですね。まあ、これ出てきてからね、またみんなでいただこうかと思うんですけど、結構な森という噂ですよね。噂ですけど、ええ、なんか思い出かかしたくないかなって気はしてる。なるほど、はい、いうことなんでね、ちょっと時間かかるかとは思うんですけど、出てくるのを待って、挑戦していきましょう。ちなみに、寿司くん意気込みは？頑張ります。はい、頑張りましょう。はい、来ましたね。来ました。これ何グラムとかかりの？そうですね、大体お皿の溶いた商品の中で900グラム。ありがとうございます。山は約1キロですね。そうですね、900グラムに挑戦と。はい。チーズミートソース。はい。はい、来ました。ミートソースです。どうですか、味は。粉チーズの味が美味しい。はい、ということで、秋葉原のフレスカ、秋葉原のフレスカですか。はい、歴代何位ぐらいなんですか。チャレンジした中ではビリです。一番楽。ああ、一番楽だ。まあ、美味しかった。多分一番美味しい。今までの中で。私の中ではそうなんだって。何回目？4回ぐらいやったっけ。ここと、パンチョと、牛丼キングと、牛丼か。4回しかやってない。あとキャベツ。
あ、キャベツ。キャベツでもあまりにも来なかったから。ああ。なんかノーカンみたいな感じ。あれはノーカンと。じゃあやればいいじゃん。ノーカウントなんだから記録を一応出しとかね。地味な苦しさだけは残ってる。食べ続けるからあれがきついはずなんだよ一番僕がスピード。いやでも大体はまだ。え？大体がまだ減る。うん。ああキャベツだから。一ヶ月キャベツ生活とかちょっとやってみないよ、ユーストとかで。ま、うん、あそれ YouTube かなんかでやってる人いたんだよ、確かニコニコを。いろいろキャベツをその人自分で料理する。ああすいません、料理するらしいんだけど、まあ、あのキャベツの料理をこう一日ずつ出してて、で最後キャベツになる人とか。ケイさんと言えば、1ヶ月キャッシュそう、ありじゃん。だからダイエットはメンバーの1人がやればいい。そんなのできる人じゃないだってやっぱ寿司君これ以上ガリガリになったの。だってダイエット企画参加しないんでしょ。参加しないんだからいいじゃん、やれるじゃん。参加してる中の一人がキャベツ戦術。キャベツ戦術でも案外牛歩戦術みたいな。キャベツ戦術。